自分たちにとっては山田の初勝利、ホームで勝ち点3というふうになりました。試合を振り返っていかがでしょう。まあ正直に言うとビューティーが練習中だったので、それから若い選手たちの躍動、それからベトナムの選手たちの非常に高めな技、そういったもので、90分ゲームを試合されて今後抑えるのかなと思いながら、ゲームに入りましたけど、まあまあいい入りでしたね。そのままで選手は一試合を通して攻守となってアグレッシブやって見せてくれたんじゃないかと思いますけど、その辺りどうでしょう。そうですね、触らなきゃいけないところも多々ありますけど、そういうレベルまでのトレーニングだからその時代に吸収してくれたと思いますし、僕は全選手、絶対に仲間外れにしたり落ちたりそんなことしないので、こういうルールチームに痛いのは分かるし、そういうことになります。そして一つはアニメのコンプでございます。意気込みをお願いしてください。まあ、仲間が一生、最後一生といいと思いますが、まあ、勘違いは相当良いかと思います。おそらく今日お客さんで負けるから、そういうことさらに言われたら学ぶのなかったでしょう。まあ、そういう意味では今日の初戦で、そして7月3日の日、そして今日ございますけど19回目の結婚記念ということで、クリトンは何丁目かな。そして何点取ったか、まあ、いなくなっちゃいましたね。まあ、中継の後も非常に何点取ると思いますので、我々全力尽くして頑張りたいですし、まあ、アウェイの地で、出して一応は自由じゃなくて受け取りに注意じゃありません。スリーポイント止めないで、いろんな戦術を練って頑張っていきたいと思います。そして最後に、今日このアウェイ、この次890人のサポーターの皆さん、選手の背中を順位に押してくれたと思います。これから残り試合、まだ10試合じゃありますけど、全試合で皆さんの力が強いと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。今日しっかり流れるようにと思うので、ここから流れに乗っていけるようにまたみんなで